出られません。それからオゼーラは、レースを自粛ということになりました。はい、そしてスタートリスタートの時間がなんと午後6時。はい、北国で日が高いのだけが救いでしたね。今度は各社いいスタートを切っていきます。はい、ちょっと後ろの方で、1台遅れているのがいますね。はい、はい、多分エンサインだと思うんですけども、はい、今度はいいスタートを切っていきますが、ここはプロスト対ピケ。はい、ターボ勢同士の戦いというところですね。先頭ピローに2位アルヌ変わらず、そして先ほどスローダウンしていたのはこのゲレロのマシンですね。そうですね、やっぱりエンサインでしたね。これとクラッチのトラブルのようですね。さあ、そして先頭争い、今度はピローにはきちんとスタートしていきました。はい、2位にはアルヌ、一番が、5番手のブルーヌ・ジャコメリーですね。はい、そしてヘントンが止まっています。はい、ゲレロまたスポンサーがなくこういう状態なんですが、ちょっと残念ですね。さあ、そして先頭争い、後ろからアルヌ、前はピローニ、非常にこの差が詰まってきました。はい、非常に詰まってきて、どうもピローニはちょっとペースがあんまり良くないですね。はい、あ、そしてここでオーバーテイク、アルヌがピローニをかわしました。はい、これで先頭に立ったアルヌです。これペースが上がらないというのは何かあるんですかね。そうですね、ピローニはですね